で大谷のそばに飛んだボールを素でキャッチ、ジャイアンツドジャース。日時間29日サンフランシスコベンチに飛んできたファウルボールを素手で直接キャッチ。そばにいたドジャース、大谷翔平投手を守った男に称賛の声が寄せられている。28日、日時間29日、デーブ・ロバーツ監督は用具係兼、バットボーイのハビエル・ヘレラさんに、まさに感謝していると賛辞を送った。ヘレラさんは26日、同27日の敵地、ホワイトソックス戦で、大谷の目の前に飛んできた、ファウルボールを素手でキャッチ。その様子が、ネットで話題となり、球団や公式が取り上げていた。あわや大惨事を回避した38歳の救世主。敵地、ジャイアンツ戦前に取材に応じた、指揮官は、打球が翔平のそばまで迫っていたから感謝している。なんという、素晴らしいプレーなんだ。ハビー、ヘレラさんは、素早い反応をしたよと大絶賛だった。18歳から、ドジャースのバットボーイを務め、2015年時点で、バットボーイとしては最古参だった。左手には、マークのタトゥーを彫るなど、大の野球ファン。ロバーツ監督も、契約延長と、給料アップが必要だね、とジョークを交え感謝していた。フルカウント編集部。